ザオ町は宮城県南部の勝田郡に属する町である。ザオ連邦の裾野に位置する。東った七下宿の牧場。遠くに見えるのはザオ勝っただけ。ザオ連邦の登録に位置し、町域の西側が山林、東側が田園地帯となっている。宮城県柴田郡川崎町、山形県上野山市との境が定まっていない。このため、町の面積は、 実際に定まった値ではない。蔵王町での施設栽培による鶴紫の出荷口は日本一を誇る。宮城県内での生産校のうち約8割を同町が占めている。この他にも桃、梨、うど、ブルーベリーが名産である。特に梨の生産量は宮城県内一で宮城郡陸町と並ぶ宮城県内の産地である。蔵王エコーラインの入り口の大鳥居。 秋の座王エコーライン。町内を東北新幹線が通過しているが、鉄道駅はない。最寄り駅は東北本線東白石駅。町内を東北自動車道が通過しているが、インターチェンジはない。最寄りインターチェンジは村田インターチェンジ。町内の路線は都バスが運行している。高速バス路線バス、勝った神社勝った神社3階の滝。不動滝。 注釈出展参考文献、宮城県、ザ・大町観光物産協会、パラオと北原を、2021年5月1日閲覧、ありがとうございます。